マリエモーン、タイムマシン出してよー。どうしたんだい霊夢くん。高度経済成長期に行って、現代知識で活躍したいよー。現代知識で活躍するなら、もっと昔の方がいいだろ。それはそう、だけど、なんかあの時代が気になる。大変だと思うぞ。現代人からしたら異次元なところが多いからな。異次元？そう、かなりの異次元だ。というわけで今回は、高度経済成長期の歴史と、あるあるについて語っていくぜ。気になる気。まずは、高度経済成長期の歴史を簡単にかつ詳しくおさらいしていこう。私、このあたりの時代の歴史全く知らないと言っていいわ。なんか社会の授業でも近代史って退屈で。わかるけど、胸を張っていうことか。張る胸がない、というか胴体がないんですが。君だぜ。まずは、敗戦からの復興期だ。1946年から1956年付近、第二次世界大戦において、イギリスやアメリカ、中国、オランダの、連合国に敗北して、朝鮮半島や台湾などの領地を喪失。負けたからね、いろいろあるよね。敗北と占領下による経済活動の荒廃や混乱をしていたのが戦後すぐの日本。まあそりゃ混乱しちゃうよね。ただ、日本は復興が恐ろしいほどに早かったんだぜ。確かに、急速に復興したようなイメージがある気がするわね。1940年代後半に発生した食糧危機の影響により、経済状況は一時悪化。ああ、戦後は食糧難が続いたらしいね。ただ、1950年の朝鮮戦争特需で占領下を脱したんだ。光と影って感じがするわね。1年半の1953年後半頃は戦前の最高水準を上回ったんだ。1956年10月には戦後11年で経済白書がこう宣言した。お、なんかいい言葉がありそう。もはや戦後ではない。戦後を脱したということだね。1957年から1973年の16年間、年平均 10% 以上の経済成長を達成。エネルギーは石炭から石油になり、太平洋沿岸にコンビナートが並ぶ。おお、なんか時代が一つ進んだ感じがすごくするね。エネルギーが変わるとそういう感じがしてくるよな。うんうん。この頃は戦後解体された財閥が株式を持ち合いつつも、銀行を事実上の核とする形態で再生して立ち直りつつあった。旧財閥系企業ってやつだね。相変わらず強い企業が多いよね。この経済成長の背景には、高い教育水準があった。教育がしっかりしてるから、人材が揃うってことだね。その上金の卵と呼ばれた良質で安い労働力があった。労働力も大事。第二次世界大戦前より軍需生産のため、官民一体となって、技術力を高めていたり余剰農業労働力とか、炭鉱離職者を活用したとか、そういうのも背景にあるな。戦争で技術力が高まるってのは、あるあるな話だね。皮肉なもんだよな。そして余ってた労働力をうまいこと使ったわけか。貯蓄率が高くて投資の源泉が多かったし、固定相場制で輸出に有利な円安相場だったことも理由だな。そっか、固定だったんだっけ。1ドル360円で固定されてたんだよな。他にも便利な機械とかが増えて消費意欲が拡大したり、石油が安かったり所得倍増計画があったり、経済政策とかが豊富だったんだな。政府も設備投資促進策をして、工業用地が増えていたしな。政府が主導になって成長を促して、民間がそれに応えてたんだね。ある種、官民の関わりとしては理想的な感じもしなくもないね。まあ、この頃は防衛を日米安保に任せっきりみたいな感じでな。それでリソースを経済政策に割きまくっていたんだぜ。なるほど、リソースの節約と集中化をしてたわけね。1961年頃から1964年頃まで、東京オリンピック景気に突入。五輪だー、盛り上がったんだよね。いろいろな需要も増えそうだしね。所得倍増計画も当時あったしな。それそれ、それなんなの？1961年4月からの10年間で、国内総生産を、2倍以上に引き上げて西欧諸国並みの生活水準と完全雇用を目指すものだ。なるほどなるほど、GNP と生活水準と雇用、所得を、セットにして考えて全部を伸ばしていこうってことね。そこに来て東京オリンピックの特需だ。経済が伸びないわけがなかった。それは確かにそう。1963年7月には名神高速道路、1964年10月には東海道新幹線が開業。大都市間の交通網が整備された。交通網が整備されると、経済が動きやすくなるね。東京都交通局の地下鉄第1号線、現在の都営地下鉄浅草線や、帝都高速道路交通営団、
現在の東京メトロの日比谷線などの地下鉄の整備も進んだしな。交通がかなり便利になってきた時代だね。終戦直後から続くこの成長は東洋の奇跡とまで言われてたぜ。本当に奇跡的な大成長に見えたんだろうね、当時の人には。またこの時代三種の神器が普及。テレビ、洗濯機、冷蔵庫だね。生活が効率良くなったということだね。だから女性の社会進出も促された。なるほど、家事を時短できるから女性が働いても生活が回るのか。これも働き手が増えて経済にいい影響を与えたと言えるな。とにかく多くの労働力が欲しい時代だっただろうしね。日本人の勤勉さや集団を重んじる習慣が良い方向に作用していたんだろうな。悪い方向に作用することもあるけどね。経済成長が順調になると同時に証券市場の成長も促されて、投資信託の残高は1961年に1兆円を突破していた。1兆円、すごすぎる。銀行よさようなら証券よこんにちはというフレーズが流行るほどだぜ。銀行より証券の方がいいとみんな思ってた時期なんだね。ただ1964年から経済が急速に縮小。おやおや、これは危ういのでは。1964年にサンウェーブと日本特殊鋼という2つの会社が倒産。1965年には産業特殊製鋼倒産事件も発生して、その上大手証券会社各社が軒並み赤字になってしまったぜ。おう、銀行よただいまってなりそう。個人はどうだったんだろう。個人消費は旺盛だったんだぜ。主に個人消費者を対象にする製造業、流通業、サービス業はこの不況の影響をほとんど受けてない。ただそれ以外は影響を受けてしまった。やっぱり個人相手の商売はこういう時に強いわね。それで政府はどうしたの。1965年5月、山一証券への日銀特有というのを行った。特有？簡単に言えば特別な融資のことだな。言葉のまんまだね。一時的な資金不足になった金融機関に最後の手段として日銀が無担保無制限で一時的な資金を貸し付けるんだ。なるほど、金融機関が倒れたら大変なことになるもんね。さらに7月には戦後初となる赤字国債の発行をしたんだ。それほどまでにヤバい状況ということだったんだな。結果、当時の政財界の関係者が危惧していたような昭和恐慌の再来を防いで高度経済成長が持続したんだ。英断だったってことだね。そして1965年10月からイザナギ景気が始まる。何その神秘的な名前。証券不況を脱した直後の好景気のことで、米国の長期の好景気やベトナム戦争が間接的な要因だとされているものだ。いろいろな要因があったと考えられるんだね。1966年度から1970年度まで日本の年平均経済成長率が 11.8% になっていたんだ。1968年には GNP が1428億ドルになった。1428億ドル、あまりにすごすぎる。考えられないわね。資本主義国として当時は世界第2位だったんだぜ。2位、同世紀はアメリカか。ネーミングに関しては昭和の工業は神武景気とか日本神話に由来する名前が多かったから。なるほど、それらをも超える好景気という感じでつけたのかな。その通りだぜ。さらに終戦25周年記念として大阪万博が1970年に開催。お、万博の特需がありそう。もちろんあったぜ。1968年3月に大阪中央環状線、1969年5月に東名高速道路が開通。おお、関西周りも交通網が充実してきている。大阪市営地下鉄の新線整備も行われたしな。五輪では関東の交通網が整備、万博では関西が整備か。バランスが良くなった感じがあるな。そうだね、バランスがいい。当然、個人消費も増えたな。大きなイベントがあると、消費は増える傾向があるよね。そもそも全国から集まっただろうし。ところが1971年8月、ニクソンショックが起こる。ドルショックとも呼ばれてるんだっけ。1971年にアメリカのニクソン大統領が発表した大きな方針転換のことだな。これが実質的な円の切り上げにつながったんだっけね。そうそう、変動相場制にも移行したし。うんうん。ただこれは国際収支の過度な黒字を修正して安定させることになった。まあ悪いことばかりじゃなかったわけね。そこに来て1973年10月、第4次中東戦争をきっかけに、原油価格が上昇して、日本は第1次オイルショックになった。これは、厳しいわね。ここで政府はインフレ抑制のため、公定歩合を 9% にまで引き上げる。これで高度経済成長も終わっていったんだろうね。高度経済成長期が終わり、
ここからは安定期に入るな。安定的にコツコツと成長をしていったということだ。その安定成長期にバブルになったわけね。なんか、戦後経済の歴史がよくわかった気がするわ。ということで、長くなってしまったが、ここからが本題。高度経済成長期の生活のヤバいあるあるを語っていくぜ。テンポよく語っていきましょう。早速行ってみよう。一つ目は、残業をしまくるのが当たり前だったことだ。ああ、これはよく聞くやつだね。実質 GDP が 10% を超えることもあり、当時はイケイケどんどんな空気感。その上、現代とは違って全てがアナログの時代だ。効率が今より悪い中で、経済成長を支える必要があったと。そりゃ当然、忙しくもなるよね。農村からも働きに出る人が多かったし、都会で仕事をすることによって、経済成長を支えながら家計を支えるという意識が強かった。だけど、農業政策に失敗したのが大きいんじゃないの？それは、そう。だよねだよね。そうして都市部で働く人が増えて、その上日本人は勤勉だ。しかも、周囲に合わせてしまうところがある。仕事が多いから残業せざるを得ない。一人だけ残業せずに帰ると周囲から白い目で見られる。つまり、嫌でも残業をしないと間に合わない状況で、日本人にありがちな同調圧力もあり、みんな残業していたわけだね。勤勉な人に合わせる形になったわけか。深夜にも会議をしてるほどだから、今より残業時間は長いかもな。ねえ、それなら人を増やそうとはならなかったの？もちろん人も増やしていたんだがな。それでも不足するほど仕事が多かった。働き手は増えてるはずなのに、仕事の増え方の方が大きかったんだね。その上、会社にとっても新しく人を雇うよりも、残業代を払う方が安かったんだよな。残業もそうだが、収録勤務も当時は当たり前だったんだぜ。学校だけじゃなくて会社も土曜日出勤があったのか。半分ならまだいいが、当時は土曜日もフルだったりしたぜ。当然、休日出勤扱いだよね。もちろん、休日出勤扱いで時間外労働手当は出る。日本は時間外労働の割増率が 25% で、諸外国よりも安い。え、そうなの。諸外国は 50% とかだぜ。え、すごい高い。だから日本企業は残業も休日出勤もさせやすかったんだよな。今ではその 25% すら、まともに払わず残業や休出させる会社が多いね。残念ながら、かなり多いな。にしても、残業時間は長くて休日出勤もあって、時間外労働分が全部出るとして、使う暇がなくてたまるわね。日曜日なんて、もう気力も体力もないだろうしな。だけどそんな中、遊びに出てた人も結構多いんだろうね。当時の人の体力と気力は凄まじいな。お金が出るし社会も成長してる実感があるからモチベになるんだろうね。三つ目は、環境問題と健康被害があまりにひどかった話だ。そんなにひどかったのか、今では日本は綺麗と言われてるのに、昔は日本はマジで汚かったぜ。どれくらいなんだろう？まず、排泄物を船で運んで海に投棄したりしてた。やばすぎる。ボットン便所に排泄物と一緒に落とされてたゴミも投棄されたぜ。これで海洋汚染が進んでいき、健康被害も急増したんだ。いやー、その海から取れる海産物食べるの嫌だな。排泄物処理施設は昭和30年頃から建設ラッシュが始まったな。高度経済成長の最初の方はヤバかったんだね。さらに工業地帯の稼働が盛んになり、煙突から凄まじい煙が。煙煙って？燃料などの燃焼に伴って発生する硫黄酸化物や砂などのことだな。つまり有害物質か。工業地帯はヤバそうだね。工業地帯は煙煙が空を覆って街が黒い霧に覆われたようだったぜ。外に洗濯物を干すと、素で汚れてしまったらしい。それほどまでに、道路は常に激しい交通渋滞を起こし、排ガスで大気が汚れていった。ああ、自動車の普及率も上がった時代だもんね。こうした化学物質が紫外線を受けて有害な高化学スモッグが発生。1970年の夏に当時都内の学校の運動場にいた中高生43名が、目の違和感や喉の痛みなどを訴え、日本初の高化学スモッグ被害が発覚。子供が犠牲になってしまってる。それでそれで？被害は各地に広がり、子供を中心に様々な症状を訴えた。重症の場合は呼吸困難、意識障害も引き起こすことがあったんだぜ。意識障害まで？他にもゴミのポイ捨ては当たり前。タバコの吸い殻もそこら中に落ちていて、痰もそこら中に吐き捨てられている。ひえ？現代人は街を歩けないわね。当時を生きてる人ですらも、これはヤバいなと思うほどだからな。ある程度感覚が麻痺していても、健康被害まであるとね。四つ目は、工場の騒音対策だ。騒音対策？工場って、
機械の稼働とかでかなりの音が出るだろ？まあそうだね、アナログでもかなりの音が出るわ。現代の工業地帯を歩いても、そこまでけたたましい音は聞こえない。確かにそうね、静かとは言わないまでもうるさくもないわ。しかし当時は、工場の騒音対策が何一つとしてされてなかったんだ。え、じゃあめっちゃうるさいってこと？耳をつんざくような感じだろうぜ。町工場の窓はなんか知らんが割れてて、しかも割れたままにしてある。なんで割れたんだ？工場は暑いからか扉も開いたまま。音の外への漏れを防ぐものが、何もない。だから本当にひどくてな、工業地帯の団地は地獄だろうぜ。だからか昭和43年には騒音規制法が制定されてな。工場の騒音対策の実態調査が開始され、騒音対策意識が徐々に浸透したんだ。そこまでしないと、騒音対策の意識がなかったのか、やばいわね。5つ目は、満員電車の乗車率だ。混雑率ともいうやつだよね。100% で満員なんだっけ？まあ実際は 100% の満員状態は身動きが取れる程度ではある。竜宮詰めとまではいかないということだよね。100% は、定員乗車だからな。全員が座席につくか、吊り革につかまるかドア付近の柱に寄りかかれる程度。つまり、それなりの余裕があって全員安全に乗れる程度だね。それが当時はどれくらいだったの？都市部では、200% から 250% だ。定員の倍以上。ちなみに、混雑率の目安って 100% 以外はどんな感じ？ 150% は肩が触れ合う程度で、新聞は楽に読めるくらいだ。180% は、体は触れ合うもののまだ新聞は読める程度。つまり、まだそこそこのスペースは人と人との間にあるってことね。200% は、体が触れ合い相当圧迫感があるものの週刊誌程度なら、ギリギリ読めなくもない程度だ。いよいよ、竜宮になってきた感じがしているわね。250% は、電車が揺れるたびに体が斜めになり、身動きが取れず、手も動かせない程度。つまり、かなり危険ってことか。通常なら乗り込めないくらいだな。ん？通常なら？あ、そうか、押し込まれてたのか。そう、人を電車に押し込むバイトがいて押し込んでたんだぜ。だから 250% を超える混雑率になったわけだな。いやー、無茶するわね。当然怪我をする人もいるし、靴が脱げることもある。ひえー？現代でこうなったら、いろいろ気が気じゃなさそうだね。そうだなー、気が気じゃないだろうな。6つ目は、職場などでの屋内喫煙が至極当然だったことだ。それはイメージしやすいわ。昭和は喫煙天国だったらしいしね。今では考えられないほど、どこでも吸えたからな。職場なんて当然のように、デスクに灰皿が置かれていたし。会議室なんてやばそう。会議中なんてタバコが一番吸いたくなる時間だろうぜ。吸い殻の本数で時間経過が読み取れたりするよな。だからか、昭和を舞台にしたドラマや映画だとよく使われる演出だよね。暗転して灰皿に吸い殻がめっちゃ増えてるってやつ。時計を映さなくても、説明しなくても時間経過がわかる演出だよね。とにかく職場は黙々してたし、飲食店もどこでも吸えたし。今じゃ吸える飲食店を探す方が難しい感じがするよね。会社にも喫煙所がないというケースもかなり多いだろうしね。メディア系やゲーム会社なんかは未だに喫煙所豪華だったりするな。クリエイターは喫煙者多いよね。セガの喫煙所はすごいらしいよ。でも、当時はもちろん分煙もされず。喫煙者には天国、非喫煙者には地獄だ。天国と地獄だね。最後に、ゴミについて語るぜ。ポイ捨てが当然のように行われてる、とはさっきも言ってたね。1950年代後半から1970年代にかけて、東京ではゴミが、大問題になっていたんだ。どれくらいの問題になってたの？街にはゴミが溢れ、そこかしこにゴミ山ができる始末。ハエがたかり、子供たちは通学時にハエたたきを持参していたとか。ハエたたきか盾に通学するの嫌すぎるわ。原因は高度経済成長による生活様式の変化とそれに伴う、大量消費、大量廃棄だな。なるほど、余裕が出てきたから消費が増えた分、廃棄も増えたと。だから廃棄物が増えて有害ゴミが発生するなど問題になった。最終処分場が逼迫して清掃工場からは煙が出る。あらゆる面で問題があったわけね。なるほどなぁ。このゴミの処理処分に関する紛争を東京ゴミ戦争と呼ぶぜ。これは、1971年に当時の都知事がゴミ戦争宣言をしたことに由来する。なんだその宣言。というか、戦争と呼べるほどにせいまじい状態だったのか。大量のゴミははじめ、陸地にある埋め立て場などで処分された。焼却処理だけじゃ、もう追いつかないんだろうね。しかし、それもまた追いつかなくなる。え、じゃあどうするの？夢の島と新夢の島に、ゴミを埋め立てていったんだ。
当時の夢の島の惨状をメディアもこぞって報道。夢の島はゴミの島だというマイナスイメージがついたぜ。確かにそのイメージ、なぜかあるかも。夢がないよね、夢の島なのにさ。江東区には23区全域から、未処理のゴミや焼却灰などを、積載したゴミ収集車やダンプカーが入って、1971年には特別区で排出されるゴミの7割程度が江東区に運ばれた。江東区が大変すぎる。毎日5000台以上のゴミ収集車が江東区内を走り回ったぜ。悪臭やゴミ火災、交通渋滞、ハエの大量発生があったな。江東区民、お疲れ様です。埋め立て地である夢の島で処分するようになったのは、江東区の人にとっては良かったのかな。とはいえ、良くないことには変わりないと思うけど。まあ、これもとの決死の対策などでどうにかこうにか落ち着いて、今では夢の島は再開発され、緑あふれる場所になってるな。なんか素敵な景観になったよねー。ゴミが大量にあったなんて、今じゃ想像つかないくらいだわ。というわけで、今回の話はここで終了だぜ。高度経済成長期の日本の歴史と、日本の様子を紹介してきたな。なんかいい勉強になった気がするわ。とにかくゴミと有害物質と人ゴミがヤバかったってことね。あとは仕事が忙しすぎたと、成長の裏にはいろいろな苦労があるね。成長痛と言えるものなんでしょうけど、それは、後になって言えることだけどな。まあ、そうだね。みんなは今回の話、どう思った？良ければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。